1960年ローマオリンピックのホッケー競技は、1960年8月26日から9月11日にかけて男子種目のみが実施された。16カ国が参加して行われた。競技では4カ国ごとに4つのグループに分かれ、総当たりの予選リーグを行った。予選リーグ上位にチーム、それぞれ計8チームが決勝トーナメントへ進出し、以降は、 トーナメント方式により順位を決定した。なお、予選リーグ A 組と B 組で2位が同化地点となったため決勝トーナメント進出をかけた予備戦が行われた。予選リーグ3位のチームは9から12位決定戦、予選リーグ4位のチームは13から16位、決定戦へ進み、それぞれリーグ戦を行い最終順位を決定した。 ニュージーランドとオーストラリアの5位決定戦は9月9日に一度実施され2対1でオーストラリアの勝利となったがフィールドコンディションの不良とされ公式結果として認められなかったため9月11日に再戦となった。再戦ではニュージーランドが1対0でオーストラリアを下した。 オーストラリアとケニアの試合は9月8日に一度実施されたが1対1の引き分けに終わり2日後の9月10日に再戦した。結果は2対1でオーストラリアが勝利した。東西統一ドイツとケニアによる7位決定戦は行われず双方が7位となった。ありがとうございます。